ましょう。関東ロボットヘビー級選手権試合3分3ラウンド、ラウンド1レディーファイト。さあ今回はですね、先ほどまでの試合とは異なりまして、ダウンがポイント制となります。キラリ投げ捨てました。もう開始何秒ですかって感じで。さあレグホーンがいきなりのローモーション、山ごもりの成果、これを磨いてきたのか。これほどとは。いきなりのローモーション近づいては、ね、肉体改造してきたとは聞いてたんですけどね。あ、これは危ない。これは浅かった。1回バインドしてきたとは聞いてたんですけど、これほどすごい威力を。大物になりました。後ろからスリーパーホールドを狙ってまいりました。今度はもう無理やり振り切りましたね。さあレグホーン、この技はですね、手羽先スラッシュですね。手羽フロントから、フロントから投げを打つのか。これは危ないが、さあロープ、ロープ際の攻防、ロープ際の攻防、プレイ、プレイ、いやー怒涛の攻撃ですね。ロープを掴んでなんとかこらえましたレグホーン。このレグホーンではありますが、この手羽先、これが手羽先スラッシュ、レグホーンの必殺技であります。手羽スラッシュ、手羽スラッシュ、大変失礼いたしました。手羽スラッシュであります。いやさあ近づいてまいりました。さあレグホーンもどこか体の一部でも掴むものなら投げ捨ててやるぞといった構えであります。もう、ね、力で。さあ最後から危ないぞ、危ないぞ、なんとか重心を低くしてこられました。そうですね、うまいですね、はい、いやさすが大北京プロレス四天王の一人と言われるだけあるという。さあ四天王のうち一人が四天王。さあ松本だった、危ないぞ、危ないぞ、ホールド中段が入りました。レグホーン今のやばい位置に行ったと思ったら本当に決まってしまいましたね。これはもう日の打ちどころのないジャーマンスープレックスホールドでありました。もうこれが通常のプロレスルールであったならば、あのままスリーカウントで。そうですね、あるいは本当に頸椎がやられてしまうかと。まさにどんどん効いたところでやりましょう。例えば試合、手元の時計では試合時間2分が経過してまいります。残り時間1分。いや手羽スラッシュもすごい威力なんですけどね。ポケコップを取り、さあ掴んだ、さあ掴んだか、これもこらえました。スリップ、大変スリリングな戦いになってまいりました。いやレグホーン、ただいまツーダウン。これは今のはさあ最後取ったぞ。これはダウンだ、これはこれはどうか、ダウン、ダウン、スリーのスリーノックダウンがありました。いや最後の投げ、レフェリーがダウンを宣告いたしましたために、レグホーン3ダウン目、1ラウンド2分23秒サーガのストレート勝ちでありましたこれによりましてサーガ選手王座防衛となります。まずは勝利いたしましたサーガ選手にチャンピオンベルトの進呈でございます。さあ3回も立て続けに投げを打たれて、これはもうレグホーンまっすぐ立つこともできない状態でありましょうか。先ほどから転倒が続いております。それとももしくは精神的ショックでありましたが、さあここで王座防衛いたしましたサーガ選手にチャンピオンベルトが贈られました。いや、2級らしい試合でしたけどね。さあここでサーガ選手がいよいよと、これはもう投げのダメージなのか、それとも精神的ショックなのか、立ち上がることができません。精神的にも肉体的にも何しろ先ほど申し上げました通り、大北京プロレス総帥からの命によりまして、レグホーン処刑されますこの場でレグホーン、なんか ネジもちゃんと回収されていきましたよ手羽先の唐揚げとなっていただきます。なんたることでありましょう、大変こけこけこけ
調理されてます。揚げてます。揚がっております。高い温度で揚げてます。美味しくこんがりきつね色に揚がっております。はい、いやいやいや、これ生きたのか。うえ。何ですか。何ですかこの坊や。しかしなんとも非常じゃないですか。妻が聞こえてまいりました。どうやらバックステージに置きました。チンってなんだよ。チンってなんだよ。あげたんだろ。あげたなんでチンだよ。あげた上にレンチまでしてるんだよ。意味が。しかしどうやらこれでレグホーン選手の勝利が完了した模様でございます。